どうも、翼です。日産の出勤を16日した給料について語ります。今ね、他にも給与明細書集めたものの再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストをご覧くださいませ。ではいきます。基準賃金が14万9000円、休出手当が1万4000円、交代手当が9100円、深夜手当が7000円、通勤費が9000円、帰任手当が2万円、旅費精算金が1万5000円、支払い合計が22万4000円。で、健康保険が8000円、厚生年金が2万円、雇用保険が1000円、所得税が4000円で、排除合計が3万4000円ですね。22万4000円引く3万4000円で、差し引き支給額18万9000円ですね。はい、終わります。